先ほどツイッターでですね、坂口拓さんの、YouTube チャンネルで、坂口拓さんの番組のプロデューサーである、太田さんという方から、今回の事件のことに関して、動画が配信されましたと。そのことについて、感想をお願いしますというふうにフォロワーの方からいただきましたので、それについてお話をさせていただきます。まず、週刊女性に、載っております、被害者 C というのは私、現在デザイナーで荒木ミラと名乗っておりますが、もともと女優活動しておりました、千葉ミラでございます。非常にお気遣いをしていただいた内容だと私としては太田さんに関してはですね思っております。ですが、事実と異なる点が多数あります。それから、都合の悪い部分を言及していないという点がございます。まずですね、事実と異なる点は、私は、そのしおんさんに会いたいとは言っておりません。もともとそのしおんさんの作品に関しては、私は好きではありません。女性を愚弄するシーンが必要以上に多いというふうに、予告編などを見て感じておりました。それからもちろん業界におりましたので、悪い噂も聞いておりました。そしてですね、当時坂口拓さんのマンションで行われていたその飲み会に参加した経緯ですが、まあ、友人の女の子の女優さんに誘われて私はそこに、参加したわけですが、まあ、その場でですね、余興として、坂口拓さんが、まあ、首を絞めて、人を気絶させることができると。で、まあ、その際に、まあ、みんなやってくださいやってくださいと、まあ、盛り上げるためだったんだとは思いますが、そういうふうになった際に、いや、なんで俺が男に触んねえといけねえんだよという言い方でですね、女優の女の子が、私やってくださいっていうことで、女優の女の子の首を絞めて気絶をさせたということがございました。でその時に私が感じたことはですね、非常に普通、やっぱり普通の人ではないということです。もちろんアクション俳優ですし、格闘技を極めてらっしゃる方ですから、まあ、人間狂気と言っても、まあ、過言ではないかと思います。その飲み会がですね、まあ縁も竹縄ということで、皆さんが帰って行くタイミングで私も帰ろうとしました。ここについて、言及されていないんですが、私は坂口さんに、呼び止められております。ミラ帰るのと、帰んないでよと、残ってよというふうに
私は玄関にいたんですが、リビングルームの方ですかねから、声をかけられました。ただ私はその時でもう時点その時点でもう恐怖を感じておりましたので、もちろん残るつもりはなく、もうほとんど逃げるように、急いで自分のものを用意して靴を履いて、エレベーターで、1階へエントランスの方へ降りました、そうしましたらですね、階段を駆け降りる、ダダダダダダダということがしまして、その時は名前と顔が一致しなかったのですが、後に非金属の夜という映画で、共演をし、名前と顔が一致しましたが、森本信氏が、私を坂口拓さんの命令で、引き止めに来ました。そのことについてはツイッターで森本信氏に何度も言及しておりますし、森本信氏からもそのことについては謝罪を直接会ってしたいというふうに言われておりますが、その後弁護士を使いたい、要は相談したいということで、今現状森本氏は全く謝罪もしていなければ回答もしていないという状況でございます。その時にですね、たくさんが戻ってほしいと言ってます、と戻ってくださいっていうふうに言われました。私はですね、その時にまた恐怖が増しまして、いや絶対に戻りたくはなかったです。おそらく男性2人がかり、何人がかりでかかったとしても坂口拓さんには勝てないんではないかと思います。そういう気絶させるところを見たっていうところもありながら、絶対戻らないと、なんで私だけが戻らなくてはいけないのかっていうことで、森本氏 と、少し揉めるような形になりました。で、森本氏がですね、僕のために戻ってくださいと、たくさん戻ってほしいって言ってるんで、ちょっとお願いします、本当にお願いします、僕のために戻ってくださいというふうに言われました。で、私も、非常に恐怖を感じておりましたし、そのために人を使ってくるということについてすごく不愉快でしたので、拒否をしました。そうしましたら、森本信氏が、私の腕を掴んで、それから自動ドアの前に立ちふさがってですね、私を無理やりにでも引き止めようとしました。私は、腕を振り払って、その際に、口論になったと思います。そのことに関して森本氏は覚えていないということです。まずそのことについて、マンションの部屋に戻るようにということについて全く言及されていない。それから私をそのシオン氏のご自宅へ連れて行ったということに対して、その後事件が起きているにもかかわらず坂口氏本人は、認めてもおりませんし、謝罪もしておりません。私はそのシオンさんに会いたいと
何度も繰り返しますが、言ったことは一度もございません。正直その業界に長くおりましたので、そのシオンさんに関するいい評判は聞いたことはなく、まあ、身近な人から、もちろん、そのシオン監督と仕事をされている方から、坂口氏と、それからそのシオン氏とお二人がドンビュークラブをクビになったと、それが女性関係であるというふうに、伺っておりました。あるいは女性に対して被害を加えたというような内容でございました。そして今現在私のもとにも坂口拓司から性被害を受けた、もしくは加害を受けたといったような内容の情報が寄せられております。坂口氏はですね、そのシオンさんのことを、まあ、親友とおっしゃっておりました。で、私がそもそも、坂口氏とランチをしたということですが、それは、その飲み会に参加をしたメンバーの一人から、まあ、坂口さんが謝りたいと言っていると、自分の射程が申し訳なかったということで、坂口さんが謝罪をするっていうことで、まあ、ランチをするということになりました。でその時の坂口さんの印象は、まあ、とても気さくでいいお兄さんという、そういった印象でした。なので私もそこで油断をしました。そのことを後悔しない日はありません。で、友達の家に行くんだけれども一緒に行くと言われまして、で私がですね、その当時、代々木上原に住んでいたものですから、まあ、帰り、そのランチをした場所からの帰りの、まあ、途中でしたので、まあ少し夜くらいだったらいいかなという気持ちで、行った先がそのシオンさんのご自宅でした。でその後、まあ、週刊女性にも書いてあるように事件が起きたわけです。で、置き去りにはしていないということでしたが、まあ、これは言った言わない証拠あるないということになりますので、私から申し上げられることとしては、坂口さんは、電話をしている様子 でそのまま電話に出たまま、戻ってはきませんでした。でその後そのシオンさんから、性加害を受けました。それも10年以上前のことでございます。で10年というのは決して長い時間ではありません。被害を受けた人にとって決して長い時間ではありません。その当時私はですね、そのシオンさんを訴えようと思っておりましたので、警察にも相談したい、それから告発もしたいということで、所属事務所の社長に相談をしましたが、やはりバンドを組んでおりましたので、
そのメンバーの生活であったり、そういったことにも影響が及ぶということで、それを考えたときに断念せざるを得ませんでした。私自身の決断です。メンバーに迷惑をかけたくないということです。浅野さんと坂口さんの関係性に関しては皆さんご存知の通り、愛のむき出しですとか、最近その紫苑氏が獲得した作品ですね、ハリウッド映画などにも出演していて、二人がですね、非常に親しいということはもう一目瞭然であると思います。で、今回こういうふうに動画でですね、和解をしたいというふうに Weaver のその太田プロデューサーの方から直接連絡をいただくのではなく、動画でということでしたが、こういった形で私を引っ張り出すということは、私は非常に卑劣であると思います。心よくは思っておりません。まして、まだそこについて坂口拓司の行動について本人が言及していない、認めていない。ただひたすら謝罪をしていると、そういう段階で、和解を申し出たいといったようなことっていうのは、順番がちょっと間違っているのではないかなというふうに思います。ですね、私は週刊女性に告発するにあたって、週刊女性の記者の方から、坂口氏、それからその紫苑氏に対して、もちろん強制ではありません。私も納得した上で取った行動ですが、坂口氏が今どうしていらっしゃるのかということが分からなかったので、芸能活動されているのか、その、YouTube とかも存じませんでしたし、そこを、調べるという意味で電話をかけさせていただきました。そして、週刊女性の方から、その紫苑氏のコメントを取りたいと。で、私も正直言って私にしたことに対してその紫苑氏が一体どういうことを思っているのか聞きたいという思いがありました。ですので、坂口氏だけではなくその紫苑氏に対しても連絡を取っております。私のツイッターの、固定ツイートの中にもございますが、捕まえたらというふうな非常に挑発的なコメントを LINE のスクリーンショットで載せてあります。ですので、要は私は、様子を探るために
坂口氏に対して、それからその紫苑氏の居所を突き止めるということに自分でもどう思っているのか知りたいという思いがあり、週刊女性の記者の方に協力する形で連絡を取りました。そのことに関しては、そういう、指示を受けたスクリーンショットを私は持っております。ですので私が、好きで連絡を取ったとか、そのさんのことを心配しているとか、元気そうでよかったとか、そういったことっていうのは全てその紫苑氏の居所を探るための週刊女性の記者の方からの指示でございます。こうしてですね私が、名前も顔も隠さずにいることが少しでも私以外の被害女性の力になればと思い、そういうふうにさせていただいております。ですからおそらく、動画の中では A さんというふうにおっしゃっておりましたが、私ですねが、私が名前も顔も隠さず、もちろん相手も名前も職業も背負っているわけですから、正々堂々と立ち向かうということが、被害に遭った女性、それから暴力を受けた男性たちの力になればと、勇気になればと思って、こういうふうにお話をさせていただいております。10年という歳月は被害者にとって短くないと先ほども言わせていただきましたが、太田プロデューサーは、坂口拓に関しては、謹慎処分とすると、でも動画は配信をすると、その中にはもちろん坂口拓さんが出ていらっしゃると思います。もしそれを被害者の方が目にすると思うと、また傷つくのではないかと、自分自身は坂口拓さんのプロデュースであったり、そういったことを始めたのはここ数年のことで、10年以上の前の事件に関しては自分は関係ない、そしてプロデューサーであるから、配信をするという決断を下したということですが、
被害者の気持ちを考えれば、そして、和解が成立していない、さらにそこに対して坂口氏が全く認めていない、言及していない、その時点で謹慎処分中、それでも動画は配信する、そういった対応というのに私は非常に疑問を感じます。これからおそらく坂口氏に関しても被害女性たちが勇気を持って明るみになっていく部分があると私は思っております。そういったことというのはとても辛く苦しいことです。ほとんどの女性がフラッシュバック、過呼吸や PTSD に苦しみながら人生を狂わされている状況で、謹慎処分で、でも動画配信すると。そのことに関しては被害女性を傷つける、苦しめる、そういったことにつながると私は思っております。事実、私はその紫苑氏と坂口氏に関してはほぼ同時期、ほぼというかまあ同時期ですねに、所属事務所を解雇されているという事実があり、そして、私自身が最初は正直坂口氏に狙われたと思っております。そしてその後、まあ、射程が悪かったということでその氏の自宅マンションへ連れて行かれる事件が起き、この二人に関しては常習的にそういうことをやっていたのではないかと、一体どこから仕組まれていたのかと、そしてその私を引き止めに来た森本信氏に関しても非常に私のところに情報が回ってきております。被害者のことを一番に考えていただきたいと思います。現時点で動画を配信する、それから坂口氏がきちんと謝罪をしていないということに関して、要は私を射程を使って引き止めたこと、それからその死に会いたいっていうから連れて行ったと、そういった嘘をついている限り私は和解するつもりはございません。そして、まあ、直接会いたくないという気持ちを尊重してくださったことに対しては感謝いたします。ですが結局私もこうやって、動画でですね
事情を説明するという事に至ったわけなので、引きずり出されたと思っております。そのやり方というのは非常に卑劣だと私は思っております。どうか被害者の気持ちを考えて、これ以上彼女たちが後遺症で苦しむことがないように対応を、ビーバーの太田プロデューサーにはお願いをしたいと思います。私からは以上でございます。